これから忍び神のセッションを始めます。だから僕がいる。ってシナリオです。プレイヤーの皆さんはキャラ紹介どうぞ。サシャです。俺はキングだ。キングオブザバスだ。ハスバ民軍の半沢直樹です。グラマ侵入バヨネットの垣根提督だ。導入入ります。暗く廃れた場所。周りには妖魔の群れ。逃げ場はない。どうしてこうなったのか。始まりは数時間前に遡る。妖魔討伐部隊に任命された皆さんは、隊長の指示のもと、任務を遂行しました。なんでみんな進撃の巨人の敬礼してるの？心臓を捧げよ。心臓を捧げてるんですよ。美味しい。食べんな。代わりにジャガイモ入れとくから大丈夫ですよ。さすがサシャ。皆さんは常人ですから、その能力を遺憾なく発揮しました。私もジャガイモの巨人へと変身しました。ジャガイモの巨人。2期でなったから。嘘です。そもそもアニメしばらく出番ないし。原作でも出番なくて悲しいです。遠いか今サシャ何してるんだ。4年間芋孵化してるんじゃないんですか。とりあえず皆さん常人であまりにも強すぎたため、大量の妖魔に襲われました。なんてこったい。くそ。ピザポテトが生産停止中だからって私のジャガイモを狙うだなんて。幸せバター、幸せバター。なんだこの妖魔。こっち来んな、しっし。さばききれる数ではなかったためあなたたちは隊長と共に他の仲間のしんがりを務め、その後近くの廃ビルに避難します。とりあえず討伐部隊隊長のロールプレイします。どうしよう、行くぞ。隊長、任せてください。隊長して弱いな1、1じゃん。あいつ名前なんだっけ。なんだっけ。そうだ、オースレスナイトだ。それだ。運よく私たちがこの建物にいることは妖魔たちにはバレていないようだ。じゃあ知らせときますね。やめとけやめとけ、お前はバカか。知らせる、集まる、倒す、勝ち。だから裁ききれないようなんだって。それはどうかな。修羅や車花火があれば、しかもみんな上級妖魔だ。マジかよ、サタンもびっくりだよ。お前がサタンだったんだな、俺を騙していたんだな。これ誰？元ネタがわからん。実写版デビルマン。しかし、サシャが知らせなくてもバレるのは時間の問題。策を打たなくてはならないだろう。みんな、少し時間をくれ。一つ策があるんだが、準備がいる。とても危険な賭けだが、私が何とかする。成功すればこの状況を打破できるだろう。任せてくれ。隊長はそう言ってこの場を後にします。すげえ嫌な予感しかしない。隊長のハンドアウトを公開しますね。いや、先に皆さんの自己紹介した方がいいですかね。一緒に戦ってきたのに今更自己紹介するのかって感もするけどな。あ、先に皆さんの指名を公開しますね。あなたは妖魔討伐部隊に選ばれた隊員の一人である。しかし、とある失敗から妖魔に囲まれてしまった。あなたの使命はこの状況を打破することである。じゃあ PC1 から順に自己紹介してください。そういえばずっと同じ部隊で戦ってましたけどあなたたち結局誰なんです？あれだよ、入り乱れて戦ってたから誰が誰かわかんなかったんだよ。まあいいや、改めて自己紹介しますね。どうも、私の名はサシャ、ブラウス。あ、お久しぶりです。いやー、台風の影響でジャガイモ畑が全滅してしまいましてね。おかげでお金がなくてですね。高額の報酬に目がくらんで参加したらこのざまですよ。金に目がくらんで。ジャガイモに目がくらんで。ま、とりあえず皆さん孵化した芋です。さあ、お食べ。ありがとうございます。ついでに私が PC2 の半沢です。よろしくお願いします。久々に学校以外の戦場から出たと思ったら、こんなありさまで。とにかく人生バッドエンドで、なんか、してくれませんか。皆さん。大丈夫だ。ドラゴンボールがある。一度死んどるじゃないか。大丈夫だ。ドラゴンジャガイモがある。ドラゴンジャガイモってなんだよ。お土産屋とかにある竜のキーホルダーあるじゃん。ジャガイモをその形にカットしたんです。どう？すごいでしょ？すごいけども、だから何状態だよ。じゃあ次。俺か、俺は、もうすぐ退する。王ではなくなる。キング、じゃあもうただのバスじゃないですか。そんな、耐えられない。ただの浴槽になり果てるというのか。だが、俺はまだ王だ。キングだ、キング、オブ、ザ、バスだ。キング。あれ、これ他の3人全員ハスバ、そうだね。これハスバ人軍の任務でしょ。そうだよ、そうだね。貴様、名を名乗れ。グラマ侵入、バヨネット、垣根提督だ。スパイが入り込んでるぞ。どういうことだ。サシャ、久しぶりだな。王様、お久しぶりです。会ったことあったっけ。とりあえずこことここは合ってるんだよ。こことここは初めてですね。赤い炎と青い海で合ってるはず。あ、秘密読み間違えてたやつ。どれだよ、どの秘密読み間違えてやつだよ。詳しくは日本語読めないタク、赤い炎と青い海、をチェックだ。あ、敵なのに私の洗脳といてくれた人。やめて、傷をえぐらないで。まあ、危機的状況にあるが俺にはそれ以上に懸念事項がある。ブラックサンダーダークマター味がないんだ。スーパーには行ったんだ、でも売ってなかったんだ。じゃあ私のジャガイモにダークマターとか言いときますんで。そういう問題じゃねえ。ちょっとルルブ化して、ハスバ民軍、アダテキ、グラマ侵入。
待て、俺はクラマ親友だ。妖魔を倒すのは任せろ。我々ハスバを倒すために仕組んだんだろ。この野郎。隊長もナイフを磨き始めました。ちょっと隊長。しょうがない、クラマが一人混じってても問題ないロールプレイでも挟んであげましょう。やれやれ。私たちハスバが任務できたと思ったらクラマがいるなんてね。何しに来たの？ブラックサンダーを探してたら紛れ込みました。それとも、なんか任務を受けてきたのかしら。ああ、俺も任務できたんだ。ここの命令書の名前の横にしろって書いてあるか。フォローすると、妖魔討伐部隊にもいくつか派閥があります。クラマの部隊からはぐれてハイビルに逃げ込んだらハスバの部隊がいたんでしょう。はぐれたのかよ。もしくはハスバは常任に一息残ったか、クラマは提督以外全滅したか。落ち着け、クラマ親友に俺より無能な忍びはいねえ。言ってて悲しくなるけど、面白い人ですね。ラッシュは黙っていろ。クラマにもこんな人いたんですね。クラマはもっとエリート揃いかと思ってました。うちの宅のクラマに優秀なやついたかな。ゴクデラやガブは有能だったぞ。私クラマのキャラ誰いたかな。ああ、ゼクシータケベがいた。いたねえ、アクセラさんがいたじゃん。アクセラさん影法師ライカ決められなかったしな。ロンシャもいますよ。ああ、シャイニー。つぐみさんもいるぞ。ああ。完全に忘れてた。確かにつぐみさんは言う。いや有能か。大すんだな。あ、ランサーいたわ。忍法一つも使わず沈んだな。エクスカリバーもいるぞ。自害したじゃん。ダメなやつばっかじゃねえか。あと城がいる。城は有能。最強。有能。クラマの戦力城しかいないじゃん。滅亡も近い。話題がそれましたね。話を戻そう。こんなキャキャキ話してたら妖魔に見つかるんじゃないんですか。妖魔も外で雑談してるのでセーフです。何やってるんだ。うちの姫様めっちゃ逆投げするんだけど、あれなんなん。トップがあれだと俺らの評判も悪くなるからやめてほしいよな。お前もそう思うだろ。暗黒闇だアクネス。せやな。ああ、そういえば妖魔化してたな。ダークネス、バカすぎて妖魔からの戻り方忘れたんで。あ、隊長のハンドアウト公開します。隊長の指名、妖魔討伐部隊の隊長、あなたの指名は隊員たちをこの場から逃すことである。隊長と言われると彼岸島が出てくる。もうそれでいいです。いいの、俺的には紛争地帯とかにいそうなヘルメットかぶった。ヘルメットおじさん。うっちゃん、あ、エニグマが2つあります。妖魔の軍隊、と、妖魔の結界、です。説明じゃん、妖魔は軍隊。妖魔は結界、今夜が山だ。次回へ続く。これから1サイクル目を始めます。廃墟シーン用を使います。オリジナル。はい。お。あとですね、シーンの都合上、あ、これなんでもないです。ごめんなさい、はい、なんでもないです、なんでもないです、あ、なんでもあるわこれ。シーンプレイヤーは先に何するか言ってください。先に誰を出して何をするか言ってください。あ、はいはいはい。というわけでメインフェーズを始めます。全部で3サイクルです。さてと、秘密を確認しますか。え、なんでこのタイミングなのかって、いや、前回のラストに入れようと思ったんですけどね。忘れてたんですよ。サシャの秘密、あなたは隊長の作戦が非常に危険なものだということが今までの経験から分かっている。大事な仲間を危険な目に遭わせるわけにはいかない。あなたの本当の使命は自分を犠牲にし、仲間を守ることである。うん、どういうことなんでしょうね。とりあえず隊長の作戦を代わりにやればいいんですかね。で、誰から行きます。誰も動かないのかい。いや、行きたい。じゃあどうぞ。一番怖い奴と感情を結びに行く。来る、いいよ。妖魔に見つかってしまう。シーンプレイヤーはランダムに特技を5つ選ぶ。このシーンに登場するプクは選んだ特技で判定し、失敗すると好きな生命力を1失う。ああ、やっぱこんな感じのシーンあったか。特技って自分の持ってる中から選んでいいの？ランダムに選んだ特技です。ランダムか。早くない。衣装術かな。目標値は8、余裕ですね。成功です。くらい私の抜き手。おお強い。さ、あなたも。サシャ、危ないところだったな。え、あれ、提督さん成功しました。え、俺もやんの？当たり前だろ。目標値は、8か。つら。サシャと一緒ですね。ダメみたいですね。同じ目標値、余裕だなと言った私は成功。辛いと言った提督は失敗。言葉って大事ですね。リアル言葉魔術。カッコつけるとダメってパターンもあるがな。しかしサシャすげえな。あの妖魔の奇襲を防ぐとは。あんなもの私のロケットパンチで余裕ですよ。ロケットパンチ。ほら、私のサワンが切ったり生えたりしてたのはサワンが機械だったからなんですよ。機敏ですから。今明かされる衝撃の真実。さらに手のひらからジャガイモを出すこともできるのです。たださしゃよ、激しい戦いでそのサワンもだいぶガタが来てるんじゃないか。こんなのジャガイモ塗っとけ治ります。この状況じゃメンテナンスするのも厳しいだろ。この俺が召喚術で最高の技術者を呼んでやろう。技術者よりこの状況打破する人呼んでくれません。それかヘリコプターとか。つまり爆竜大佐か。
読んでもいいけど書く根性ですよ。召喚術で判定だ。ダメみたいですね。別にメンテナンスの問題はないです。そう、iPhone ならね。私のサワンは Bluetooth を通じてこの iPhone と通じてるのです。なんだって。あ、Bluetooth といっても青いカスガではないです。わかっとるわ。さっきのロケットパンチもこの iPhone から操作しました。ハスバ人軍の技術は俺の想像を超えてたってことか。ハスバ人軍の科学力は東海、東海、世界じゃないんだ。東海地方ナンバーワンです。ダークマターだけではなくハスバ人軍にも俺の常識は通用しないってことか。シーン終了です。このシーン損しかしてないな。これもブラックサンダーダークマター味がないからか。物のせいにしだした。さて、エニグマを剥がしに、行くと思ったか、感情を結びに行く。誰に行きましょうか。提督、ハンザワ、キング。隊長。キングに行きます。シーン上。積み上げられた机。いつ崩れてもおかしくない。見てください、キング。死んでいった風呂たちが積み上がっています。実に嘆かわしい。だが、これは今回だけではないでしょう。いつの時代も。王の英雄譚はあまたの死体の上に成り立っている。あなたもそうなんでしょう。権力者などいつもろくなものではない。だからこそ、いつの時代も反逆する勢力が生まれ権力を打ち倒し、そしてそれが新しい欲でもない権力者になる。あなたたち欲想の王国だってそのはずです。それはそれとして。それはそれとして。ああやって何かを積み上げるのって楽しいですよね。私たちもやりましょう、主演。話変わりすぎだろ。シリアスの限界が来ました。成功です。ああ、プラスの感情を結ぶつもりだったんですが、浮気はできねえ、妬みです。王が忠誠を抱けるか、無別だ。やはりサシャといえばライトさん。あれ、ライトさんって今いくつくらいでしたっけ？35くらいじゃなかったっけ？サシャは、14歳ですけど。やっべえぞ、21歳さ。あの子は、お子さんは、しおりちゃん。前に受験とか言ってたから年上だと思う。公立高校入れようとか話してた気がしてたから年上だと思う。年下の母？お金持ちとか妬みだわ。こちとらか敬語つけるたびに億劫になってんのに、おかげでしばらくじゃがいもだけ生活ですよ。叙々苑行ってたくせに。あれたまにの贅沢ですから。ライトさん頑張って。私がいくら稼いでも旦那さんの保釈金で。はい、シーン終わり。宅で一番ヤバい PC 二人が手を結んでしまったか。マイナスですけどね。せやな。ダイスが悪い。それそれ。次の方。ハンザワと感情を結びに行こう。妖魔に見つかってしまう。またかよ。毒術か、持ってる。毒術。成功だな。成功。二人とも妖魔を倒したと。ゲートオブバビロンで余裕よ。さて、倒した妖魔の肉でトンコーフでも作るか。五つ。よし、成功だ。今日のハスバクッキング派、妖魔の肉からトンコーフを作ります。トンコーフそうやって作んの。ハスバの科学力です。まずは妖魔の肉をひき肉にします。こちらがあらかじめひき肉にしたものです。もうやだこのハスバ連中。ちょっと思ったんですけど、うちのタクハスバ常人多くないですか。ダー様と黒崎も常人ですし。うわ、みんなせい。そういや3分クッキングって放送時間10分ありますよね。なんでなんですか。それホームページのよくある質問に書いてあるよ。え、マジで。ハンザワか、久しぶりだな。お久しぶりですね。キング。この二人は弱うな。動画化してないのでも結構合ってますからね。ただ、毎回毎回記憶を失ってたから初めましてがずっと続いてましたが。最近ようやく久しぶりと言えるようになったな。それにしてもバスさん。何でもキングを辞めるとか。新しい時代を作るのは老人じゃないからな。なるほど。本当はもっと融資したかったんですけれども。大丈夫だ。金ならある。破産したから王辞めるんじゃないの。破産してねえよ。ただ王の座を辞するだけよ。上皇になるんですね。だが、我が王ではなくなっても会社は残る。キングシスとも湯船は死なず。かっこいいんだか、悪いんだか。かっこ悪いだろ。融資なら我の次の王にやってくれ。彼がうまくやってくれるだろう。そうですね。ではここから脱出したら次のトップを紹介してください。ふ、いいだろう。経済力で判定。戦場でビジネストークしてる。成功だ。そして私は5つのコストで減った生命力を老眼で回復。そして補給だ。成功。回収だ。次、私がサシャさんと感情結びに行きます。廃れた部屋、割れた窓が惨劇を思わせる。なんてこと。ジャガイモを投げたら窓が割れてしまった。トマト祭りかな。サシャさん、こんなところで何をしてたんですか。ジャガイモで遊んでいたんですよ。ジャガイモで遊んでいた、なるほど。ジャガイモで遊んでいたと。食べ物で遊ぶな。勇者ヨシヒコレベルの理不尽さ。ヨシヒコ、ヨシヒコ。見えない。声は聞こえるんだけど姿が見えない。ヨシヒコ、これを使うといい。ところでなんですけど、調査術。
成功、あなたのことは調べさせていただきました。あら、さては私のファンですか、サインいる。そうなんです、この情報を調べた時からあなたのファンでして、狂信。忠誠。他社のファンなんていたのか、いや、でも忍びが見倒したりして実績を残してるのか。私のファンなんですか、私ちょっと台風でジャガイモ畑がダメになっちゃいましてねー。お金がね、お金が必要なんですよ。手の動きがやらしい。なるほど。あなたは信用できる人だ。このままの融資額を返さなくて結構です。本当ですか？はい、その代わりいつか別の形で返してください。ありがとうございます。あ、これとりあえずお礼のコロッケです。食べてください。ありがとうございます。いただきます。コロッケの中に偶然あなたがいた。出たよ、そのゲーム。神ゲー。あったなそんなの。コロッケと言われたらもうね、カレーエンドが一番平和。私はメンチカツエンドが一番好き。半沢さん、みんなですっぺらピッチョンしましょう。すっぺらピッチョン、すっぺらピッチョン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 。4人でやるな。さ、2サイクル目入ります。え、アブダラ様が龍馬全員倒してエンディングじゃないの？アブダラ様には帰ってもらった、出演料払えないからな。え、あ、廃墟シーン楼はどんどん龍馬の襲われるシーンが増えます。滅びの塔か。さて、誰から行く？お先にどうぞ。どうぞ。じゃ遠慮なく。さて、どうしますかねー。秘密調べたいけどエニグマも気になるんですよねー。それな。秘密は GM の顔から読もう。読めるかな？読める。読めますよ。あなた最近ポテサラ食ったでしょう。マジで食べてるからなんとも言えねえ。チャラーン。あ、提督さん先に行動どうぞ。隊長の秘密調べに行く。龍馬に襲われませんように。お、龍馬に襲われるぞ。有言実行。あれ、これ隊長も襲われるの？ぐれぐれぐれ。グレンさん、あなたは龍馬会に行ったはずでは。やべ、見バレした。逃げろ。ランダムに選んだ特技で判定してください。野戦術か、召喚術ある。いてー、また目標値8か。俺のダークマター、龍馬ごときに破られたりしねえ。破られたよ、くっそー。眼剣が消えた。垣根くんが負けた、いつもみたいに。事実だから何も言えねえ。グッドルーザーのここほんと好き。大丈夫か提督、俺はボロボロだ。二人ともボロボロ。この辺はダメだ。また龍馬がいつ来るかわからない。焼き芋おいし、焼き芋。屋台が来た。疲れてるのか、ならば俺に入るがいい。焼き芋一つ。ありがとうございます。最近龍馬の方々にも人気なんですよ。いやー、龍馬界には石焼き芋なくてね。魔界に温泉はないだろ、我に入るがいいぞ。ありがとう。今度魔界にうちの銀行建てる気なんです。どうです、働きませんか？いいのか？現地採用しないとね。土地勘はあるんだ、任せろ。現地で雇用を生み出すから。トランプ政策だから。私が大統領に就任したら龍馬界と人間界に壁を作る。龍馬、ゲットアウト。隊長は困惑してます。隊長、後ろから龍馬が。危ない、砲術。あれ、嘘だろ。失敗ってことは隊長撃ったんじゃないの？ぐはぁ。さ、隊長。貴様、どういうつもりだ？お前、最初から本物の提督じゃなくて龍馬が化けた姿だったんだな。おかしいと思ってたんだ。噂に聞いてた提督は色白で車花火の使い手だと。それ白の方？提督に化けるとは卑怯な。俺オリジナル。確かに私が前に会った提督と違って色がついてる。あれ、半沢と会ったのは普通の方じゃなかったっけ？いや、白提督に勝ったのは私ですが。あ、勝ってた勝ってた。そうか、そうだった。半沢に負けたんだ白提督。未体操術近いんだもん。嘘だろ。隊長を撃ってしまうなんて、悲しみに暮れてシーン終了です。くっそー、ダークマターが撃ってなかった時点でこの結果を予測すべきだった。撃ってなかった時点で提督を使うのをやめるべきだった。極寺さんを使うべきだった。極寺を使うべきだったか。しょうがない、施しだ。ヨーグレットを一粒やろう。よし、次龍馬の軍勢を調べます。積み上がってる机。さっきと同じですね。隊長、私が龍馬の軍勢がどれくらいいるか威力偵察をしてきます。お、やってくれるか。私がスパイとして内部潜入します。危険な任務だが、やれるか。任せてください。名刺も作りました。名刺、ハスバ民軍スパイか。サシャ、ブラウス、絶対言わないでねと書いてあります。バレバレじゃねえか。見た目もスパイっぽくしましょう。スパイスパイスパイダーマン、これだ。さて、隊長行っていきます。行ってらっしゃい。焼き芋おいし、焼き芋。ふふふ、焼き芋屋に完全に化けた私が忍びだとバレることはない。バレバレだよ。こうしてキャットしてきた龍馬から情報収集よ。どうです、今なら焼き芋一つ買うと芋焼酎いっぱいサービスですよ。たまに走るからいっぱい引っ掛けるのも悪くねえな。兵糧術で判定です。
成功です。妖魔の軍勢は、クライマックスフェーズに移るとき、全幅は好きな生命力を1失う。解除は計画判定呪術です。ああ、計画判定ですか、めんどくさい。俺呪術無理。私持ってますから、次のサイクルで私が解除しますよ。ごちそうさま。お会計は ?3980 円になります。だか、ぼったくりだ。払えないんですか、なら体で払ってもらうしかないですね。許してください、何でもしますから。私の畑耕しといてください。はい。よし、帰る。よし、じゃあ次は俺が行こう。妖魔に襲われる。また近いな、目標地6だ。ちなみに何するんですか。もう一つのエニグマ剥ぎに行く。よし、無事討伐、そしてそのまますり身にして一つチャンス、トンコーフになれ。成功だぜ。ついでにボコった妖魔の一体から妖魔の結界について引き出す、拷問術。成功。クライマックスフェーズで人数を使用、消費することができなくなる。やめて、待て。王様のアイデンティティが死ぬ。計画判定封術です。まあ、最悪人数使えなくても戦えるようにしてるけどさ、養老丸で生命力回復、そして補給。あ、失敗。まあいいか。じゃあ次半沢さん。封術かな。計画判定封術を解除しに行く。シーンローどうぞ。壊れた機材が転がっている。ここは研究室だったのだろうか。研究室。ここで。私はジャガイモの研究をしてたんです。全自動ジャガイモ皮むき機もこのざま。無駄な技術力、風術で解除判定します。魔界工学で器術と妖術つながってるので近い。失敗。どうしようもないですね。シーン終了です。はい、2サイクル目終了です。次回へ続く。じゃあ3サイクル目を始めます。最後のサイクルですよ。さてと。エニグマを解除しに行くんだが、半沢さん、出てくれませんか。感情修正が欲しいんです。私も出ます。お前はいらん。いいでしょう。あ、このシーンどう知ってるぞ。妖魔来たよ。さて、近いの出てくださいよ。風術ですね。あ、成功。こっちも成功。なんでそんなに成功するんだ。教えてやろうか。なんでだ。ギャップを埋めてるから。普通の回答。妖魔倒した。すり身にする。とつつ、すり身に。なった。トンコーフゲット。そして、感情修正ください。頑張ってください。いる。いらねえ。どっかで聞いたぞこのやりとり。人数使えなくなる方解除するぞ。成功。妖魔の結界が解除されました。補給します。成功。そのまま養老丸食べる。よし。さてと、どうしますかねえ。呪術後だからエニグマ解除すべきだと思うんですが、隊長の秘密も気になります。じゃあ私が隊長の秘密を調べましょうか。ほんとですか、ありがたいです。ひび割れた床。強い衝撃を与えると抜けてしまうかもしれない。おお、妖魔効かなかった。今日は運がいいな。あんまりそういうこと言うと後のフラグになるからやめとこう。そうだね。さて、隊長の秘密。どう調べますか。隊長は多分ごしゃった弾丸が当たって。隊長、目を覚ましてください隊長。死んではないと思います。片目打ち抜かれて眼帯に。じゃあそこにジャガイモ埋め込んでおこう。ジャガンか。ちゃんと目の形にくり抜いておくんで。ジャガンか、ジャガン。隊長。今あなた弱ってますよね。まあ、なんかよくわからない一撃食らったからな。ごめんなさい、ごめんなさい。そうですよね。なら、あなたを操るのも簡単ってことだ。傀儡の術。おい、やめろ。一ドロー、フラグって怖え。鎮痛弾チャンス。鎮痛弾は持っていません。私は他人にしか融資できない。なるほど。なんかよくわからないけど私は帰らせてもらうぜ。じゃあ私が隊長の秘密調べてやるぜ。あ、妖魔だよ。あ、これ隊長もか。こうなると思ってたよ。血のり。また8かよ。避けた。ギリ成功。初めてこのセッションで判定成功した。危なかったな。提督。隊長、さっきは本当に申し訳ございませんでした。いや、仕方ない。妖魔たちの不意打ちだったからね。手元が狂ってもしょうがない。頭痛い。すみません、なんで判定するか。怪我を治す医術とかがねえ。なんで代用判定をしないんだ。しねえよ、隊長、安心してください。私のダークマターならその目を治すことができます。私のジャガイをいらないという気ですか。機能してるのかよそのジャガイモ。している。見えるでしょう隊長。ジャガイモの方の目から、トカチ平野が。見える、てってれ。トカチ平野、現。説明しよう、私のジャガイモ愛からは常に北海道のどこかが映し出されるのだ。ダメじゃねえか。これがハスバの科学力よ。すごいでしょう。ジャガイモから北海道が見えるんですよ。すごいけど意味はねえ。安心してください隊長。私がダークマターでもっといいギガンを召喚術。
成功。隊長の秘密、あなたの用意した策には、供物とそれを受け入れる器が必要である。その策が成功すれば全員助かるが、犠牲となった者は今後、今までのような生活できなくなるだろう。あなたの本当の使命はその策の犠牲者になることである。隊長、どっちの目がいいのよ。私の目とあいつの目、どっちがいいのよ。なんだこれ。だったらもう片方の目をえぐって二人の目を入れるしかないじゃない。ギガ？よし、これで二人のギガンが使える平和な世界。隊長に何の恨みがあるんだ。提督さん、隊長の秘密全体公開してくれません。してくれるなら、私はエニグマを解除しに行きます。してくれないなら、私はエニグマを無視して隊長の秘密を調べます。つまり全員一ダメ食らいます。まあ、その提案を飲むしかないな。よし、次のシーンに全員出てください。しょうがないな。龍馬が怖い。はっはっは、私が出すわけないじゃないですか。龍馬、あるえ。全員判定か。く。なんか武器はないんですか。く。ボンタンしかない。皆さん、ボンタンを投げつけましょう。息でね、8。持ってる。8、7。ダメみたいですね。了解、5足りない。全然ダメじゃないか。セーフ。1足り。だ。く。やはりボンタンじゃダメだったか。硬いボンタンはマシンガン並みの威力だとボーボボで見たのに。知らんがな。あ、みんな聞いてくれ。俺は隊長に関してこんな情報を入手したんだ。じゃあグループラインに乗っけといてください。よろしく頼む。どれどれ隊長の秘密ハット。これはどうしますかね。情報が足りなさすぎてわからん。ようわからん。謎の力で1サイクル増えたりしない？しません。さて、このジャガイモでペンタゴンを書きます。ライト3000。よくセッション中ダイス並べて文様作ってるしな。さらにジャガイモの魔法陣の上でランニングマンを踊ります。今、このジャガイモに3代目の魂が入りました。つまり今のジャガイモたちは4代目 J ソウルブラザーズというわけです。行きなさいジャガイモたち、呪いを解くのです。成功です。これでメインフェーズ終了。クライマックスフェーズ入ります。プルの秘密誰もわかってねー。次回へ続く。というわけでクライマックスだね。もう3点削れてるけどな。隊長はククを一つの部屋に集める。柵の準備ができたらしいが、肝心の隊長がなかなか来ない。ククが探しに行こうとした時、体から血を流し満身創痍の隊長が姿を現す。どうしました隊長、ハロウィンの仮装ですか。ハロウィンじゃない、すまない。不甲斐ない隊長で、すまない。準備している時に龍馬に襲われてしまった。なんとか間に合ったが、隠れていることがバレてしまったようだ。無能。本当にすまない。すぐに策を決行しなくてはならないが、この作戦には一人犠牲になる者が必要だ。デハコのジャガイモ。残念ながら人間しかできないんだ。デハコのダークマターで話聞いてた。じゃあそこのフローできないじゃないですか。確かに人間じゃないな、忍びにしかできないんだ。訂正した。元は私がその役を担うつもりだったが、この状態ではそれは難しい。どうか、この策を成功させ、龍馬を打ち倒してくれ。策をやるのは構わないが、別に倒してしまっても構わんのだろう。勝てねえ、中に。勝てるだろ。いけるいける。我々を舐めるな。逃げてきてるんですよ。犠牲になりたくない。なりたくない。犠牲の先に何も生まれないんだよ。まあとりあえず策を見てから判断してくれ。そう言うと隊長は後ろからあるものを運んできた。重々しい台座に乗せ、土経路の陶器を運んでいます。マグマを思わせるほどに煮えたぎる液体の中には大小様々な異様の存在の姿があった。動物の肉を押し固めたもの、名状しがたい文様のもの、杭を打ち込まれているもの。元の形が想像できないほどに切り刻まれたものもあった。画像見せますね。これが運ばれてきたものです。これです。ちょっと待って待って。あ、そういうことね。待って待って落ち着こう落ち着こう。お前が落ち着け。あ、おでんってことはジャガイモあるじゃん。やったぜー。これらを口に含むことで龍馬を無力化することができる。どういうことやねん。ただし、これを受け入れた者は激しい痛みに襲われるだろう。誰か一人でいい。部下一人守れない隊長ですまなかった。と言って隊長は息を引き取ります。死ぬの？皆さんは誰が犠牲になるか決めるために戦います。あ、他の PC の秘密なんとなくわかりました。待ってください。このままだと誰が策をやるか決める前に龍馬に襲われます。何かおとりになるものは、そこにあるでん。隊長の死体を使おう。隊長を。ここでプライズ、熱々おでん、が公開されます。プライズ、熱々おでんいったもの、供物を混ぜた器。このプライズを食した者は口が大やけどするが、その様子を見た周りの龍馬は笑い死ぬ。解決ってそういう意味？シリアスが一気に地に落ちたぞ。これ元ネタあるんですよ。色モネアとかで劇団一人がやってたドラマティックダチョウクラブ。ああ、危ねえ。元ネタからシナリオバレすると思った。で、おでん誰やるの？私はやりたくないですよ。おでん？絶対やりませんよ。いや俺もやりたくない。熱いのは嫌だからな。やりたくない。
もう一回行きますよ。私はジャガイモ以外のおでんなんて食いたくないですからね。絶対やりませんよ。俺もやりたくないよ。くそ。ああ、ネタぶりに気づかなかった。だからお前はダメなんだよ。しまった、ネタぶりに気づかなかった。じゃあ俺がやるよ。で、いや、戦闘開始です。くそ。勝者になった人がプライズもらえます。私はこの瞬間、背景双方発動。同じく。無面目、方向、枕ごとを消して、全く使いどころがなかったな。なかったね。だって誰も私の秘密調べないんだもん。そして信者、スイム、徹底強を取るよ。さらに私は信者の効果を発動、陣痛眼を消費し、好きな妖魔忍法を獲得、私は怨霊を選択。その効果により私の秘密が公開されてないので、私の受ける全てのダメージは半減します。さらに設定帳あるので私の秘密を知らない人は私の奥義情報を獲得できません。ダメだ。勝てねえ。戦場は平地です。一斉のせい。そういや王様は何を何に変えたんですか？血の利体育、5つ、道具箱、万華鏡、麻薬、孤独にしたよ。普通に戦闘型になってらっしゃる。とりあえず行きますか、奥義、理由のない暴力。クリティカルヒット。俺のダークマターにその常識は通用しねえ。ダークマター、絶対防御。当然設定帳使います。成功。奥義情報バレません。正直勝てる気がしないか。やるだけのことはやろう。我が常識公開さんより授かったこの忍法を使う。海原を発動、招待しよう。母なる海に。嘘だろ魚に。その頃妖魔界ではどうした。紹介、いや、なんか元右腕が私の教えを無駄にした気がして。待て、初手魚にはまずい。陣痛眼だ、陣痛眼を使う。爽快さん、俺に力を貸してくれ。嘘だろ、また魚に。力を貸してくれなかったね。微動だにしてませんでしたね。あいつは一体何をしているんだ。提督さんは昨日滞在を犯しましたからね。昨日一回一ゾロ出しただけで、ライトさんの役目が俺に来た。って言いましたからね。それ以前は普通に成功してたというのに、ライト神様はそれにお怒りになって、昨日のセッションではそれ以降 1-0 連発、そして今日の失敗続き。ライトさんの、私の役目とはこういうことだ、とのお言葉が聞こえますよ。激流に触れてしまったんですね。なるほど、そういうことだったのか。いや、でもあの時決め時だったぜ。それを 1-0 がしたんだからさ。その程度で何を言ってるんだ。その程度だとただ運が悪い人ですよ。ライトさんはそういう領域にいないんですよ。36分の1を何回出してるって話だよね。息をするように出しますからね。一回謝っとき、今電話かけな。そこまですんの。魚にしてるやつに万華鏡だな。まあだよね。あ、普通に失敗だ。私は何もしません。じゃあ次のターン。一定のせい。さて、栗の前に入ってるのは提督さんだけですか。理不尽な暴力。そういやこれって一見使えるんですか。使えますよ。情報持ってなくて奥義破りできる忍法ですからね。でもそこで奥義破りしようがしまいが、奥義情報は設定帳に成功し続けてる限り奥義情報はバレませんね。なので黒崎さんが出てきてたら死にます。絶対防御だ。指定と栗は全員倍。なるほど、7ですね。奥義破り成功です。残り1。設定帳使います。1ドロー。陣痛眼使います。あ、普通に失敗。魚に、奥義情報ばらまかれたんですけど、設定帳いきなり陥落したんですけど。早かったな。攻めばっかりはね、どうしようもないですよ。畜生、お前はいつもそうだ。お前はいつもいろんなコンボを考えるが判定は成功しない。誰もお前を愛さない。さて、誰を殴るか。今なら他者タコ殴りにできるぞ。まあ、殴られたのなら殴り返すか。他者に対して奥義だ。総遠征のレクエーム。クリティカルヒット2000くらい回す。あ、そっか。音量の効果によって私の生命力が減少したとき、即座に半分回復するんですよ。俺はいつもなんでそう忘れる。そもそも魚にしてるんですから、普通に殴ればいいのに。さて、誰に攻撃するかな。我はまだお前と戦うつもりはない。後で戦おう。なるほど、提督に満足。超術成功。しょうがない、解放陣に使うか。提督の陣痛、あなたは以前別の任務で仲間を全員失っている。その時のことをあなたは今でも後悔しており、繰り返してはならないと考えている。あの時の気持ちを味わうのは自分一人で十分だ。あなたの本当の使命は自らを犠牲に他の仲間を助けることである。珍しくかっこいいこと言ってる。まあ設定だけどね。でもここから勝ったら超かっこいいですよ。そんなん濡れるわ。それはかっこいい。株も大回復。実現できる夢と実現できない夢があるんだよ。まあいい。最後くらいはダイスを信じよう。目標値順。信じた俺がバカだったよ。9、惜しい。ある意味勝ちだ。犠牲にならずに済むんだから。提督、リタイア。他者に万華鏡。成功。残り2。なかなかきついですね。
そこ二人に組まれてるからな。じゃあ次のターン。オンマンゴジョー、お、そっちに。成功です。避けられん。さて、どうしますかねー。この状況なら、半沢にクリティカルヒット、ま、扇破りされちゃいますけど。拷問術持ってるでしょ。持ってるから5。あ、3、これは仕方ない。ですが、やられてもやり返せない。絶対防御、浅野支店長を盾にする。理由のない暴力が浅野支店長を襲う。浅野を、歯を食いしばれる。そうか、その扇があったな半沢。指定特技は傀儡の術。さてと、半沢に万華鏡。む、普通に失敗。じゃあ次のターン、一斉のせい。ぬぬぬ、届きませんね。ハンターは2万でしょ。成功。ぬ、避けられない。やられてもやり返せない。絶対防御。扇破りだが目標値は9。一ゾロだが我は神通力の効果で忍び体育を神通眼として使用。失敗、もう一回だ。成功。なるほど、いいでしょう。人生抜けましょう。だがあなたに万語鏡をやり返します。成功。その出目、一に帰ろ。判定妨害、天の鎖。半沢は神聖だった。先に言っておきましょう。私は神聖でない。一剣の効果で扇破りします。そうだよ、半沢一剣持ってるじゃないですか。失敗、私は神だった。一ゾロなので半分が振ります。戦闘ストップ。故障、ミーズが使えなくなりましたか。とに破格にも一軒さんが逆投げしたんですよね。ならターン終了時に扇を使います。じゃがいもを処置。不死身、この扇には改造が施してあります。長所は定め、不死身のダイスを固定語として扱います。不要。短所は異常体質、変調の回復ができません。よって全開。低得点のダメージがなかったことになった。さらに設定調を使用。成功。不死身の扇情報は内緒です。他者に万華鏡。なるほど。む、でも他者さん近いですか。6ですね。近いな。なら、彼かな。成功です。む、一ゾロはまずい。振り直す。普通に失敗。ならいいや。バスさん、朗朗術と拷問術どっちが遠いですか。朗朗術。なら接近戦攻撃です。ああ、なんでもないです。扇にしとけばよかった。ダイス振っちゃダメだ。なんか今日すごい空間ですね。みんなダイス見た。せやな。火が落ちてきたからかな。そういう問題なの。ライトさんには火が落ちてくるとダイス運が悪くなってくるんだっけ。火が昇りきる正午がダイス運のピークって言ってた。やっぱライトさんの怒りを買ったから。なんてことをしてくれたんだ。道連れじゃ。ウェルカムトゥーライトワールド。みんなダイス運が悪くなって死ねばいいんだ。固有結界。ハンターは2万下調。成功。回避成功。お前神聖か、天の鎖。人生ではない。じゃあ次のターン。おっと、この距離か。ゼロ距離戦闘、順番決めますか。ダイス高い順で。4、6、1、他者に万華鏡。成功。その程度の万華鏡、私が避けれると思ったか。あ、避けれちゃったよ、ふ。私の周りにはオートで私を守ってくれるジャガイモが飛び回ってるんですよ。想像したらすごいシュールだ。理由のない暴力、対象は半沢。扇破り。お前神聖か。6、扇破りだ。ダイス強くないですか。ダイスドレイン空間に現れた得意点。まさか、奴が吸っている。ハンターは2万下調。成功。開始です。お兄さん目標値いくつだっけ。この万下調ですか。8ですけど。じゃあもう一回振ろうか。トンコロフ。失敗、絶対防御。扇破り。目標値7。失敗か、もう一回振るか。成功だ。やられそうならやり過ごす。生存術、絶対防御。なるほど、一剣と絶対防御2つでやり過ごして扇情報を回収するつもりですか。そういうことです。さてと次のターン、半沢が厄介ですね。我はバトロア型は弱いからな。逆に私はバトロア型得意です。十分満足。成功。神聖だったりしない。またですか。失敗、高鳴りです。さて、一回は決まるだろ。起きろや、お前にふさわしい舞台が整ったぞ、エヌマ・エリッシュ。出た、キングのエヌマ・エリッシュ。まだ扇破りができる。指定特技は携帯力だ。9、成功だ。振り直せ、トンコーフだ。成功。もう一回振り直せ。ためにためたトンコーフを、失敗するまでやり続ける気だ。く、失敗、やられてもやり返せない。扇破りだ。な、やられたならやり過ごす。ふん、破ったぞ。マジでか。おお、とうとうバスが本領発揮してきた。やはり、
あなたには勝てないようですね。だが私はあなたを生かせるわけにはいかない。我は動けません。まだ万華鏡は打てます。オンに万華鏡。魚木したんですか。ならこれで終わりです。クリティカルヒット。やられてもやり返せない。扇破り、目標値8。はい。なんだよもう。あ、失敗、神通。いや、魚木してるならいらんか。ハンザは2万下鏡だ。成功したね。やられそうならやり過ごす。扇破り。できない。私は二人の戦いを見守ってるだけだから。ほら、破ったぞ。やはりあなたには勝てなかったようだ。さて、バス。やはり順当に強いのが二人残ったな。やりますか。いや、もういい、我は降りる。そうですか、降りますか。戦闘脱落。ああ戦闘終了です。なんか棚ごた勝利感ありますが。どうなんだろうね。サシャは鍋を持って屋上に上がります。シュールな絵だな。目の前には妖魔の大群。普通に戦えば勝ち目はないだろう。しかし、今は隊長が残したこれがある。今なら、いける。いや、私やりたくないですよ。やらないですよ。絶対やりませんからね。いや、俺ら生命力ゼロだし。畜生死体にネタ振っても帰ってこねえ。一人でどうだ、超クラブやればいいんですか。もういいや、一人でジャガイモ食う。あちゃ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 。その様子を見た妖魔は笑い転げ、霧となる。すべての妖魔は消え去り、あなただけとなった。そう、我々は勝利した。ほら、てめえらいつまでネタ振りしてるんですか。ちくわを投げつけます。熱い熱い、熱くつく。おちゃん、勝利のおでんパーティーしますよ。おでんパーティー。ご視聴ありがとうございました。これにて、本動画は終了になります。本編長かったのでちゃっちゃとコメントいきます。本シリーズを作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございました。動画内で判明してない秘密は、ブロマガにシナリオ乗っけとくんで、そちらをご覧ください。